4000メートルの崖に囲まれ、外の世界を知らない町がありました。町は煙突だらけ。そこかしこから煙が上がり、頭の上はもっくもく。朝から晩までもっくもく。煙突の町に住む人は黒い煙に閉じ込められて、青い空を知りません。輝く星を知りません。町は今ハロウィン祭りの真っ只中。魔除けの煙も加わって、いつも以上にもっくもく。ある時、夜空をかける配達屋さんが煙を吸って咳き込んで、配達中の心臓をうっかり落としてしまいました。さすがに視界はこの悪さ。どこに落ちたか分かりません。配達屋さんはさっさと諦め、夜の向こうへスタコラさっさ。ドク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 。煙突の街の片隅で、あの心臓が鳴っています。煙突町のプペル、西野昭弘。信じ抜くんだ、たとえ一人になっても。心臓は町の外れのゴミ山に落ちました。ドクドク暴れる心臓にゴミがあれこれくっついて、ついに生まれたゴミ人間。頭はバサバサ、オンボロガサ。口からガスがスーッハッハッ。とっても汚いゴミ人間、とっても臭いゴミ人間。耳を澄ますと、遠くから鐘の音が聞こえてきました。どうやら自分の他にも誰かいるようです。ゴミ人間はゴミ山を出ました。町に行くと化け物たちがうようよ。やい、ずいぶんおかしな格好をしているじゃないか。振り返ると、そこに立っていたのはかぼちゃのお化け。なんだい、君は。地獄の豪華を飲み込んで、ハロウィンの夜を怪しく照らす。俺の名はジャック・オーランタン。いろんな化け物たちがゴミ人間のところに集まってきました。みんなが恐れる夜の支配者、魔女だよ。死ぬことを忘れた。私はゾンビ。悪魔の科学者が生み出したモンスター、フランケン様とは俺のことだ。みんな揃ってこう聞いてきます。ところで、君は一体何者だ？僕は…ゴミ人間だ。化け物たちは一斉に笑いました。化け物たちの仲間に加わったゴミ人間は、トリックアトリート、トリックアトリート、おやつをよこさないといたずらをするぞと家々を回り、大人たちからおやつを分けてもらいました。そして自分より小さな子供たちには風船をプレゼントして回りました。ゴミ人間が膨らませた風船はぷかぷか浮かんで、子供たちは大喜び。よし、次のうちだ。行こうぜ、ゴミ人間。あちこち回り、化け物たちのポケットはおやつでいっぱいになりました。時計台の鐘が鳴り、みんな帰り支度を始めます。ゴミ人間は仲間の一人に話しかけました。ハロウィンは楽しいね。また明日もやろうね。何言ってんだよ、ゴミ人間。ハロウィンは今日までだぜ。
そう言うと化け物たちは次々にマスクを脱ぎ始めます。カボチャの中からは少年のアントニオが、魔女の中からは少女のレベッカがそれぞれ出てきました。なんとみんなは化け物の仮装をしていたのです。どうしたんだよ、お前も脱げよゴミ人間。そうよ、そんなに汚い仮装あなたも嫌でしょ。レベッカがゴミ人間の頭を引っ張った時でした。いってててて、ぎゃー、レベッカが大きな声を上げました。こいつ仮装じゃない。少年たちはゴミ人間からさっと離れました。あっち行け化け物。町から出て行けゴミ人間、海に流されてしまえ。少年たちは次々に汚い言葉を浴びせました。ゴミ人間の噂はすぐに町中に広まりました。ゴミ人間だ、化け物が現れた。ゴミ人間が話しかけても、あっちへ行けよゴミ人間、匂いがうつると相手にしてもらえません。ゴミ人間はベンチに腰をかけ、プスーはっはっと臭いため息をこぼしました。そんな時でした。君が噂のゴミ人間か、それ仮装じゃないんだって。振り返れば体中すすだらけの少年が立っていました。少年はゴミ人間の正体を知っても逃げようとはしません。僕は煙突掃除屋のルビッチ、君は？名前がなければつければいい。そうだな、ハロウィンの日に現れたから君の名前はハロウィンプペルだ。ハロウィンプペル、君はこんなところで何してるんだい？誰も遊んでくれないんだよ。プペルがそう言うとルビッチはわははっと笑いました。そりゃそうだろうねプペル、君は汚いしそれに随分臭い。言ってくれるね、そういうルビッチだって真っ黒けっけじゃないか。今は仕事の帰りだからね、この通りすすまみれ。煙突掃除は大人の仕事だろ。うちには父ちゃんがいないから僕が働かなきゃいけないんだ。それよりそんな匂いじゃ嫌われて当たり前。うちの庭で体を洗いなよ。え？いいの？僕も体を洗わないと家に上がれないからね。ついでに君も洗うといい。ルビッチは僕を避けないね。なんだか懐かしい匂いがするんだよ。僕が捨てたパンツでも混じってたんじゃない？ルビッチはプペルの体を隅々まで洗ってくれました。汚れはきれいに落ちて匂いはずいぶんマシになりました。ありがとうルビッチ。ああ、でも口が臭いね、息を吐いてごらん。プペルは息を吐きました。こりゃ臭いプペル、それはガスだよ、磨いたって無駄だね。二人は遅くまで一緒にいました。あなた今日あのゴミ人間と遊んだの？大丈夫だよ母ちゃん、プペルは悪いやつじゃない。その好奇心は父ちゃん譲りだね。町でただ一人の漁師だったルビッチのお父さんは去年の冬に波に飲まれ死んでしまいました。見つかったのはボロボロに壊れた漁船だけ。
この町では海には魔物がいると信じられていて、海に出ることを禁止されていたので、町の人たちは自業自得だと言いました。ねえ、母ちゃんは父ちゃんのどこが良かったの？照れ屋で可愛いところもあったでしょ。嬉しいことがあるとすぐにこうやって人差し指で鼻の下をこすって。次の日、プペルとルビッチは煙突の上に登りました。怖いよ、ルビッチ。しっかり捕まっていれば平気さ。だけど突風が吹くから、落とし物には気をつけてね。何か落とし物をしたことがあるの？ルビッチはドブ川を指して言いました。うん、父ちゃんの写真が入った銀のペンダント。父ちゃんの写真はあれ一枚しか残っていないのに、探しても見つからなかったんだ。あのドブ川に落ちたのさ。ねえプペル、星って知ってるかい？星？この街は煙で覆われているだろう。だから僕らには見ることができないけど、あの煙の上には星と呼ばれる光り輝く石ころが浮かんでるんだ。それも1個や2個じゃないよ。1000個、1万個、もっともっと。そんなバカな話があるもんか。嘘っぱちだろ。僕の父ちゃんがその星を見たんだ。遠くの海に出た時にね、ある場所で頭の上の煙がなくなって、そこには光り輝く星がたくさん浮かんでいたんだって。町の人は誰も信じなくて、父ちゃんは嘘つき呼ばわりされたまま死んじゃったんだ。でも父ちゃんは煙の上には星があるって言ってね、星を見る方法を僕に教えてくれたんだよ。ルビッチは黒い煙を見上げて言いました。信じ抜くんだ、たとえ一人になっても。次の日、待ち合わせ場所に来たプペルはまた臭い匂いを出していました。プペルの体は洗っても洗っても臭くなるね。次の日も、そのまた次の日もそうです。ルビッチは臭い臭いと鼻をつまみながらも、毎日体を洗ってくれました。ある日のこと、プペルは変わり果てた姿で現れました。どうしたんだいプペル、一体何があったんだい。なんとプペルの左耳についていたゴミが取れています。僕がいると街が汚れるんだってさ。耳は聞こえるのかい。いや、左耳からは何も聞こえなくなった。左耳のゴミが取れると左耳が聞こえなくなるらしい。アントニオたちの仕業だね。なんてひどいことをするんだ。僕は化け物だから仕方ないよ。次の日、ルビッチはアントニオたちに囲まれてしまいました。やい、ルビッチ、デニスが風で倒れたんだよ。ゴミ人間からもらったバイキンが原因じゃねえのか。プペルはちゃんと体を洗っているよ。バイキンなんてない。とんだ嘘をつきやがる。昨日もあのゴミ人間は臭かったぞ。お前のうちは親子揃って嘘つきだ。確かにプペルの体はいくら洗っても次の日には臭くなっていました。ルビッチには返す言葉がありません。
なんでゴミ人間なんかと遊んでんだよ。空気を読めよ。お前もこっちに来い。帰り道、とぼとぼと歩くルビッチのもとにプペルがやってきました。ねえルビッチ、遊びに行こうよ。また臭くなってるじゃないか。そのせいで僕は今日学校でいじめられたんだ。いくら洗っても臭くなる君の体のせいで。ごめんよルビッチ。もう君とは会えないよ。もう君とは遊ばない。それから二人が会うことはなくなりました。プペルはルビッチと会わなくなってから体を洗うこともなくなり、ますます汚れてゆき、ハエがたかり、どんどん汚く、どんどん臭くなっていきました。プペルの評判は悪くなる一方です。もう誰もプペルに近づこうとはしません。ある静かな夜、ルビッチの部屋の窓がコツコツと鳴りました。窓に目をやると、そこにはすっかり変わり果てたプペルの姿がありました。体はどす黒く、片方の腕もありません。またアントニオたちにやられたのでしょう。ルビッチは慌てて窓を開けました。どうしたんだいプペル、僕たちはもう。行こう。何を言ってるんだい。行こうルビッチ。ちょっと待ってよ、どうしたって言うんだい。急がなきゃ、僕の命が取られる前に行こう。どこに行くんだよ。急がなきゃ、急がなきゃ。たどり着いたのは、人も寄りつかない砂浜。行こう、ルビッチ。さあ、乗って。何言ってんだよ。この船は壊れているから進まないよ。お構いなしにプペルはポケットから大量の風船を取り出し、ふうふうふうと息を吹き込み、風船を膨らませます。ふうふうふう、ふうふうふう。おい、プペル、何してんだよ。ふうふうふう、ふうふうふう。急がなきゃ、急がなきゃ。僕の命が取られる前に。プペルは膨らませた風船を一つずつ船に結びつけていきました。船には数百個の風船が取り付けられました。行くよ、ルビッチ。どこへ。煙の上。プペルは船を止めていたロープをほどいて言いました。星を見に行こう。風船をつけた船はゆっくりと浮かんでいきます。はあ、ちょっと大丈夫かいこれ。こんな高さから町を見下ろすのは初めてです。町の夜景はとても綺麗でした。さあ、息を止めて。そろそろ煙の中に入るよ。ゴー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 。煙の中は何も見えません。ただただ真っ暗です。ゴーゴーという風の音に混じって、プペルの声が聞こえてきます。しっかり捕まるんだよ、ルビッチ。
上に行けば行くほど風はどんどん強くなっていきました。ルビッチ、上を見てごらん。煙を抜けるよ。目を閉じちゃダメだ。父ちゃんは嘘つきじゃなかった。そこは数えきれないほどの光で埋め尽くされていました。しばらく眺め、そしてプペルが言いました。帰りはね、風船を船から外せばいいんだけれど、いっぺんに外しちゃダメだよ。いっぺんに外すと急に落っこちちゃうから、一つずつ一つずつ。何言ってんだよプペル。君と一緒にいられるのはここまでだ。僕は君と一緒に星を見ることができて本当によかったよ。何言ってるんだよ。一緒に帰ろうよ。あのね、ルビッチ。君がなくしたペンダントをずっと探していたんだ。あのドブ川のゴミは、ゴミ処理場に流れ着くからさ。きっと、そこにあると思ってね。僕、ゴミ山で生まれたゴミ人間だから。ゴミを漁ることには慣れっこなんだ。あの日から毎日ゴミの中を探したんだけど、全然見つからなくて。10日もあれば見つかると思ったんだけど。プペル、そのせいで君の体は。僕、あれだけひどいことをしちゃったのに。構わないよ。君が初めて僕に話しかけてくれた時、僕は何があっても君の味方でいようと決めたんだ。ルビッチの目から涙がこぼれました。それに結局ゴミ処理場にはペンダントはなかった。僕はバカだったよ。君が懐かしい匂いがすると言った時に気づくべきだった。プペルは頭のおんぼろ傘を開きました。ずっとここにあったんだ。傘の中に銀色のペンダントがぶら下がっていました。君が探していたペンダントはここにあった。僕の脳みそさ。懐かしい匂いの正体はこれだったんだね。僕の左耳についていたゴミがなくなった時、左耳が聞こえなくなった。同じように、このペンダントがなくなったら、僕は動かなくなる。だけど、このペンダントは君のものだ。君と過ごした時間、僕は本当に幸せだったよ。ありがとう、ルビッチ。バイバイ。そう言って、プペルがペンダントを引きちぎろうとした時です。ダメだ！ルビッチがプペルの手を強く掴みました。何をするんだい、ルビッチ。このペンダントは君のものだ。それに、このまま僕が持っていても、そのうちアントニオたちにちぎられて、今度こそ本当になくなってしまう。そうしたら君は、父さんの写真を見ることができなくなる。一緒に逃げればいいじゃないか。バカなこと言うなよ。僕と一緒にいるところを見つかったら、今度はルビッチが殴られるかもしれないぞ。構わないよ。痛みは二人で分ければいい。せっかく二人いるんだよ。毎日会おうよプペル。
そうすれば父ちゃんの写真も毎日見ることができる。だから毎日会おう。また毎日一緒に遊ぼう。ゴミ人間の目から涙がボロボロとこぼれました。ルビッチと毎日遊ぶ、それはなんだか遠い昔から願っていたような、そんな不思議な気持ちになりました。プペル、星はとても綺麗だね。連れてきてくれてありがとう。僕は君と出会えて本当によかったよ。プペルは照れくさくなり、人差し指で鼻の下をこすったのでした。ごめんプペル、僕も気づくのが遅かったよ。そうか、そっか、ハロウィンは死んだ人の魂が帰ってくる日だったね。何のことだい？ハロウィンプペル、君の正体が分かったよ。会いに来てくれたんだね、父ちゃん。Thank you.